小賀電機工業サッカー部は、かつて存在した、日本のサッカークラブ。小賀電機工業のサッカー部として1946年に、創部し、1991年から1992年までは、東日本 JR 小賀サッカークラブと呼称していた。日本プロサッカーリーグに加盟するジェフユナイテッド市原、千葉の前身となったクラブである。 小賀電機工業のサッカー部として1946年に総部。略称は小賀で東日本旅客鉄道と共同運営になってからは JR 小賀になった。1965年から始まった日本サッカーリーグに創設時から参加した8つのチームのうちの1つである。1992年に JSL が閉幕されるまで27シーズン連続で、 JSL1 部に在籍し、JSL2 部への降格経験のない唯一のクラブであった。また、日本のクラブとしては初めてアジアの頂点に立ったクラブでもある。1900年代前半、栃木県日光市にある小賀電機工業の事業所、工場では、社員の娯楽としてアイスホッケーが盛んであったが、オフシーズンの時期のスポーツとしてサッカーが行われていたとされ、 1914年時点で日光事業所内でサッカー部がすでに活動していた。また日光事業所とは別に日光で勤務してサッカーをプレイしていた社員が中心となって東京本社においてもサッカー部が創設された。その後関東実業団週休連盟に加盟し1941年4月16日には同連盟の総会で創設が決定された。 関東東実業団集級の四部へ所属することが承認されたや日本官業銀行、日本相談などが同年12月に太平洋戦争が開戦し選手が兵士として徴兵されたこともありサッカー部の活動は停止を余儀なくされた終戦後の1946年にサッカー部の活動が再開された公式にはこの1946年が サッカー部の創設年と位置づけられている。当時の部員の多くが、サッカーだけでなく、アイスホッケーやラグビー、ボートの各部の部員と掛け持ちであったため、11人のメンバーが集まらないことも多々あった。実際に1949年の関東、実業団リーグ4部は5試合のうちで棄権が3試合あった。なお、サッカー部は、横浜市西区にある横浜研究所に、 本拠地を置くこととなった。当時は大学サッカーの時代でもあり、当初は同好会レベルであったが1955年、社員の士気を高めるためにと、社長が号令をかけて、バレーボール部とサッカー部の強化後可燃計画を打ち出し同年、長沼県が入団し、チーム強化を一任されると実力を伸ばすようになった。 1958年から長沼は選手権任監督となり、1960年及び1961年と天皇杯を連覇した。小賀伝校の天皇杯制覇は実業団チームとして初めてであり、この制覇は学生優位の時代にあった日本サッカー界の流れに終止符を打ち、社会人の時代へ移行させる足がかりともなった。 1950年代から1960年代にかけて全日本実業団選手権、全国都市対抗選手権を制するなど、社会人サッカーをリードする存在であった。小賀電機工業サッカー部が、ホームスタジアムの一つとして使用していた、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場1964年、東京五輪終了後、長沼や西村翔一は、 日本サッカーの抜本的な強化策として、向上的な全国リーグの設置を主張した。この主張が認められて、日本サッカーリーグが設置されることになった。これを背景にして、同じく JSL の創設に尽力したことから、三菱重工、日立製作所と合わせて、丸の内を参加と呼ばれるようになり、JSL の意思決定や、日本サッカー協会に対し強い影響力を、 保ち続けた。1960年代中盤から1970年代、初めの主力選手には、長沼の他に、川淵三郎、平木隆造、宮本正勝ら後に日本サッカー界の重鎮となる、面々が在籍した。現在も多くの OB を日本サッカー協会内に送り込んでいる。しかし、リーグ戦において、これらの選手たちを要し、 常に上位を維持しながらもタイトルには縁がなかった。1970年代に入って、奥寺康彦、長井義和ら高卒の有望選手を育てることに方針を転換。これが身を結び1976年に念願のリーグ制覇と天皇杯の2冠を達成した。この優勝の立役者となった奥寺は、翌年にヘネス・バイス・バイラーに認められ、 ドイツの一、FC ケルに移籍した。以後、奥寺は9年間にわたって、世界最高峰のリーグと言われたブンデスリーガで、活躍し、東洋のコンピューターの異名を得た。一方、クラブは奥寺を放出したことで一時期低迷したが、80年代に入ると再び盛り返し、1985年には、岡田武氏、宮内里氏、吉田広志らを要し2度目のリーグ制覇を果たした。 1986年にはドイツから帰国した奥寺を迎えアジアクラブ選手権1986の87に参加。12月にサウジアラビアリアドで開催された決勝リーグにおいて、アルヒラル、アルタラバ、両名を下し、日本のクラブで初めてアジアの頂点に立った。1980年代末から1990年代初めにかけて、 プロリーグ化が具体的に検討され始めると、古川は小賀単独での参加ではなく、東日本旅客鉄道との共同出資で新会社を設立する方針を取り東日本 JR 小賀サッカークラブと名称を変更した。これは小賀電工が B2B を商業取引の専門とする会社であり、こうした会社の体質からサッカー部がプロ化するにしても、 対一般消費者向けの広告宣伝費という名目で資金を拠出するのが難しかったためである。このため、小賀電工と取引関係にあった JR 東日本と共同でクラブをプロ化するという方策が示された。この当時は日本国有鉄道が JR に分割民営化直後に相当し、JR 東日本は新営企業として積極的な宣伝広告活動を実施していた。 この点で古川と JR 東日本の利害が一致した。1990年代初めには J リーグ開幕に合わせ仙台市に移転することも検討されたが仙台市がスタジアム建設案に難色を示したため実現には至らなかった。クラブが JR 古川になってからそれまでの日本人選手のみの純血主義を転換しチェコ出身のパベェル・ジェイハーク等を獲得。 外国人選手の取り込みを図るようになった。古川が迎え入れる外国人は中東を中心としたヨーロッパの選手が多く、当時は松田や三菱など他クラブでも同様に外国人はヨーロッパからという方針はいくつか見られた。古川は J リーグに移行してもこの方針を長い間維持し、この外国人の選択の傾向は小賀ジェフの色の一つになっている。 1970年代当時は上下白のユニフォームを使用したが、1980年代は青と水色のストライプのシャツに青のパンツのものを使用した。胸の古川のロゴはアルファベットで、古川でジェフの胸スポンサーとして提示していた小賀電工、そのままのロゴとは違っていた。また JR 小賀となってからは、JR イースと古川に改めていた。他に、 プレイヤーの経験はないが、サッカー部の運営委員を務めた小倉淳二がいる。サッカー部士、P135 サッカー部士、P35、実業団集級の加盟チーム朝日新聞東京、1941年4月18日、2016年2月16日、閲覧 AB サッカー部士、P36 サッカー部士、P39 日光事業所のアイスホッケー部も、競合として知られ、 横浜研究所のサッカー部とともに日光事業所のアイスホッケー部も会社からの全面的な支援を受けた。アイスホッケーとサッカーは小賀電工にとってシャワザとして扱われた小賀電工の前身会社の一つ横浜電線製造が横浜に事業所を置いていたため小賀電工もこれを引き続いて横浜に事業所の多くを置いた。このためサッカー部関連の施設は 横浜に集中し、チームは小賀電工グラウンドで練習し、三沢公園球技場で試合をすることが多かった。同級技場のバックスタンド裏に小賀電工の社宅があり、ここに住んでいた選手も多かったため頻繁に用いられ、古川のプロ化に際しては、ホームスタジアムの候補にもなった。サッカー武士、P15 から50、サッカーの物語、田中孝一 KK ベストセラーズ、 2001年 P67 から70に当時、サッカーといえば、旧正中学、関東や近畿の大学リーグが主要であり、競技としても発展途上であった。この主張は、東京五輪で、サッカー、日本代表を指導したデッドマールクラマーも、同様の意見を、日本サッカー協会に伝えている。このユニフォームは、ゼブラブルー、コガゼブラと呼ばれて親しまれた。 マスコットにもシマウマが採用されて、古川はゼブラ軍団と呼ばれた。ジェフに移行して、以降は赤い襟がついた形にマイナーチェンジされ、1992年の J リーグカップや天皇杯などで、ファーストユニフォームとして使用されたが、1993年から黄色と緑を基調としたものに変更された。サッカー部士、P136。ありがとうございます。